ありがとうございます。今回会場を提供していただいた中村先生、ありがとうございます。それから担当幹事でいますが、大久保先生にお願いします。今日一日ですけども、活発な議論をしていただけたらと思います。それでは最初のセッションの座長を務めます東京大学の田中です。このセッションその他の原因ということで3件の発表があります。それでは最初の発表は九州工学金融大学のマラットさんで、タイトルはこちらにある、はい、中井です。になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと、ゲーム理論そのものが直接入ってないんだけど、一応人間がしっかり入っていて、あとやっぱビッグデータが絡んでるところなので、全く無関係とはもう言えないんじゃないかと思うんで、一応まあ何をやろうかという話をしますと、一応ディープラーニングっていうのは皆さんご存知かと思うんで、あと多次元分類問題もあります。そのつながりっていうか、まあ比較ような研究をやってきて、その結果を発表する形になります。今日は特にこのそれぞれの分類問題がラーニングの問題にしても、一応しっかり人間を入れて分類するっていうのが、中コアの問題になっています。特に人間をなぜ入れるかというと、まあインターネットの世界の中でフォルクソノミー、最近フォルクソノミーっていうのがもう形のわからない無構成のデータがいろいろ集まっていて、ビッグデータのサイズなんですね、サイズなどが集まっていて、どう処理していくかっていうのがしっかりわからないようなところに、その世界になっていて、その中でもう人間がしっかりこの、学習とかのところで人間がしっかり入ったようなシステムを作ろうとしています。そういう会計です、基本的には。あと人間とかが入ったシステムとかだったら、流れが普通ってやっぱビッグデータっていうのは、学習データをあらかじめ持っていて、そのデータで一応まあクラシファイアか、ニューラルネットワークかどちらにしても、一応ある程度のデータを持っていて、それを学習にバーって壊せて、その後じゃあテストっていうか、トレーニングとテストっていうんだけど、テストを行うっていうような形になってるんだけど、人間が入ったシステムがちょっと違ってきます。何で違ってくるかというと、全く何もない空っぽい状態から始まって、最初から人間がやっぱまあ 100% ぐらい参加してくるんですよね。 100% で人間がじゃあこれがこういうものだよっていう意味で指さなきゃいけないんだけど、だからどんどんこの参加、人間の参加が減っていくようなプロセスを考えています。最終的にやっぱ完全自動化、ほとんど人間を呼ばないようなシステムを作ろうとしています。ディープラーニングとかの場合、多分ご存知かと思うんだけど、フィーチャーベースの、分野というか方法があります。それは、どういうことかというと、まあ、映像があって、映像からフィーチャーを出す。フィーチャーって例えば線がこういう線とかバーティカル線、ホリゾンタル線、いろいろあるんで、それをフィーチャーを出して、フィーチャーでこう学習、ニューラルネットを立てるっていうような質問があります。それはまあ人気が高いとは一応言えるかと思うんだけど、問題は、フィッチャーそのものですね。何がフィッチャーになる？何が特徴かっていうのは、一応特徴検出っていうのがライブルたくさんあるんだけど、結構幅があるんですよ。50%。まあ、これは望ましい数字なんだけど、望ましい数字を得たライブラリをまた別の環境で使おうとした瞬間 50% にバッて減ったりすることがよくある。なぜかというとスペシフィックなんですよね。フィーチャーがあのとこだけのフィーチャーになるんで、特にまあ根っこ見つけたりとか、犬とこ見つけたりとかライブルがあるんだけど、それでまあ確か 90% に上がったりするかもしれないけど、別のところで使おうと思ったら 50% しかないっていう、そういう問題がありますね。特徴そのものを誰が決めるかっていうのはもうしっかりわからないようなところですね。で、2つ目が最近 Google がやろうとしているところなんだけど、もう心何もしないっていうか、何も決めないような、もう生データその食べさせるっていうような仕組みがあるんで、まあローピクセルですね。ローピクセルを食べさせて、どんどんニューラルネットがこの生のものが何を指してるかっていうのをどんどんこう探していくっていうような、まあ、最初ももちろんわからないんだけど、どんどんこうニューラルが集まってきて、まあこういう線とか、あと顔とか、いつも結構こう数段階とか数百ぐらいの結構深いニューラルネットの深いところで顔というような特徴が自然に現れるっていうようなところを目指しています。
そう、最近カット、猫見つけるっていうようなプロジェクトの中で使われています。で、まあ、事例っていうか、エグザンプルとして、それが Google が買ったっていうか、買収した会社があって、それはもちろんスペシフィックなんですよね。人間の顔に集中していて、顔の中でやっぱ目とか口が何をしているかっていうのは、そういうような特徴しか考えていないので、もう人間以外のところ使えないわけですよね。しっかり。だが、こう、ランニングの構成としては、やっぱ、人間のフィーチャーを中心にした構成になります。だから、こっちが夢ですね、最近。夢っていうのは結構ニュースに載っていたんで、何をやったかというと、16、まあ、クラウドでやったんですよ。Google のクラウドでやっていて、ビリオンコネクションですね。ビリオンのニューラル。ものすごい多数のニューラルで、生データを入力にしたものがありました。それで、その中で一応ね、これが根っこだよっていうことを教えていないらしいんで、で、ネットワークが、このニューラルネットがどんどん動いてる途中で、なんかあれが根っこか。一応、指をさせるような形になっていないんだけど、これがなんか特徴じゃない。これなんかずっと、よく、まあ高い頻度で現れてるから、なんか特別なものじゃないかっていうのね、ニューラルネットから教えてもらったっていうような形になって、それを一応根っこプロジェクトっていう。すごい考えはすごく単純で、人間って根っこが好きでしょ。猫が好きで、犬とか好きで、YouTube 動画とか、なんか見たらネットが多いって思っていたんで、そうしますとやっぱ YouTube での動画とかずっと見ると、やっぱ根っこになれるんじゃないかって思っていて、そういうのを立てたんですね。一応事実として確か根っこがよく現れるっていうことを分かってました。一応そういうのもありますね。一応今回は、比較体制の中でやっぱピクセルも生の公式を使っています。で、生公式の流れとしてはすごい単純で、ハンドライティングとかよく使われてるんですね。これちゃんと覚えてくるかどうかっていうのが、ハンドライティング、手書きの数字のデータセットがあります。これミストってよく行くんだけど、ミストっていうのが人間が自分の手で書いた数字っていうのがたくさんあるん で普通はこの手書きのものを持ってブラックンワイドっていうのを分かりやすくするんですよね。あともちろんレサイズであるピクセルの固定したサイズに表して、ピクセルマップからこの CSV ファイルを作る。これちょっとファイルになってるんだけど、実はラインですね。ライン1個になるんです。すごい単純で、例えば頭からこう数えていて、こう行ごとに数えていて、こうストリングファイルみたいなことになるんですね。一応 CSV ファイルの中でも一行になって、こう学習の入力になるわけですね。で、トレーニングの中で、やっぱこの生データと人間がスレッサンだよっていうことを教えなきゃいけないんだけど、テストの中でこう自然に学習の状態を持っていて、テスティングでやっぱこの手書きがサンだよっていう教えてもらうっていう、まあそれは普通ですね、ランニングのシステムとして。で、分類問題が一応一緒っていうか同じものだって思わないんですよ、誰も。普通に最近ジップラーニングがよく認識とかビジョンとかの中でよく使われたりするんだけど、多次元分類問題が全く違うものだよってよく言われたりするんだけど、すごい似てるんですよ、実は。で、何が似てるかというと、ちょっと基本っていうのはバイナルレレバンスがあるんですね。バイナルレレバンスっていうのが入力変数があって、それ例えば映像だったらピクセルですよね、普通に。で、それで分類ですよね、分類クラスを3つぐらい用意すれば、それぞれのクラスの中でこれが、まあ、猫かどうかっていうのは1と0を与えるっていうのは単純にできるんで、だからそれは一応多次元じゃないんですね。次元が全く独立してるんで多次元になってないですね。で、多次元分類にしようと思った時に、今日クラス間の関連性を表す必要があります。そのクラスがあって、生のクラスがあって、生のクラスを一緒にするっていうか多次元問題ですね。同じものがこの次元に依存っていうか、所属していて、また別の次元にも所属していて、ことを表さないといけないんで、一応、これは一番単純な方式として、ペア。単純な二つのクラスを持っていて、このクラスの中でペアで、このクラスとこのクラスが一緒だったら、そういう、また別のクラスだよ、というようなことですね。で、組み合わせがそんなにないので、複雑性の面で、一応、そんなに複雑じゃないんだけど、問題としてはやっぱよく間違える。ニューラルネットより多分間違える方ですね。
で、それをもうちょっと真面目にやろうと思ったら、全コミ合わせ。三つの、ベースのカラスが三つあって、全コミ合わせでまた別のカラスを表すっていうのは、ものすごい複雑ですね。三つとか四つだったら、この全コミ合わせで考えなきゃいけないんで、結構カラスが、増えていく中、もちろんエラーも高くなりますね。カラスが複数っていうか、ものすごい多いので、このカラス、もう、なんて言ったら、カラス間の、境線がものすごい低くなる、低くというか薄くなってくるので、結構間違えるわけですね。で、もう一つの、まあ、最新方式なんだけど、チェインズっていう方式があります。それはちょっとエラーレートを下げることは、あらかじめっていうか、結構久しぶりにできたんで、何をするかというと、ベースカラスがないんです。最初からやります。で、生でいいと思って、最初から頭のカラスにどこのあたりになるかっていうのを分かった上でまた別のカラスに移る。チェーンですね。チェーンを立てる。で、チェーンを立てることにより何ができたかというと、複雑性が下がる。なぜ下がるかというと、その中で全部調べるんじゃなくて、ここの中で例えば1だったらもうやめるかもしれないです。っていうこともあるんで、一応そんなに複雑性のスペース、まあスペースとか、可能性のスペースとかも考えると、スペースを減らすことは、結構できたわけですね。で、エロレートでも、まあ、大体少しは良くなってるんだけど、完璧ではないですね。一応、調べたところで、こういう形のチェーンズとニューラルネットワークを直接比較して、そのデータをどっかで論文に載せるっていうのは、今のところではないですね。で、もう一つあります、実は。私の最新論文になるんで、メトロマップを使ったものです。メトロマップっていうのはその電車のあれと一緒で、なぜ役に立つかというと、すごい重要な概念なんですよ。E2E パス、アンドツアンドのパスが存在するわけですね。で、もう、ちょっと別のオントロジーとか、知識とかの面から見ますと、それがオントロジーグラフとかだったら、知識ですよね。知識の中でオントロジーグラフがあって、オントロジーグラフの中で、アンドツアンドのパスが存在するわけですよ。メトロマップを使うと。それを結構役に立つ。接続ができるわけですね。今日、ビジュアル、その多次元問題の中でビジュアルの構成を与える。人間がちゃんとしっかり、把握できるようなビジュアルの構成を与えることができたんです。それを使いますと、何が、どういうシステムを今立ててるかというと、フォルクソノミとビッグデータがあって、これビッグデータですね。まあ、フォルクソノミイコールビッグデータです。結局。というか、そんなにビッグじゃなければ、フォルクソノミの問題はないんで、ちゃんとこう処理、人間が処理すれば済むんだけど、ちゃんとビッグデータのサイズになればフォルクソノミです。誰が、しっかりこう処理したデータではないし、ちゃんと個性が与えられたデータでもないので、フォルクソノミっていう形になっています。で、どうするかというと、普通はフォルクソノミから出たデータを自動で分類。まあ、ニューラルネットは自動で学習とかやろうとしているんだけど、もし、まあ、ここで流れれば、すごい嬉しいんだけど、そうでない場合がよくあります。そうでない場合っていうのは、もうちゃんと、なんて言ったら、ここで、自信がない。っていう、ロボットに自信がないというようなところでしたら、人間を聞くことになります。ロボットが人間に、ちょっとここで、自信がないんだけど、どういうことですか？多分類スペースの中でこの問題がどこに所属してるかっていうのは聞いてくるんで、そうすると一応ヒューマンジャージメントが生じてしまう。だからどんどん人間のジャージメントを降りて、このメトロマップの形になるんですよね。ちゃんと接続。どういうものかどうかっていうのを、ここで接続ができていて、その接続がまた学習に使われるんですよね。接続ができた上で、ロボットに、じゃあこういう構成だよっていうことを教えることになります。それただプラクティカルのところですね。で、もうちょっと複雑なところなんだけど、メトロマップがどういうふうに働くかというと、まあ、クラシファイアですね。多次元分類者がいて、この分類者がロボットの構成、ロボットの流れを目指しています。ロボットの流れっていうのはどういうことか。この道もある。で、この道もある。この二つの道がロボットの道ですね。あと実は、こういう道もあります。密の経路があるんで、この密の経路だったら、ロボットっていう完全自動な分類で済みます。だからそうでない場合もあります。例えば一つの事例として、メトロマップを確認して、メトロマップ的にちゃんと接続が大丈夫です。大丈夫っていうか、IO クラスにも所属していて、また
別の空間の中で別のクラスに所属してますよ、よっていうことを分かって、それで一応グッてですね、OK されたんだけど、ファジ。ファジっていうのが、人間がこういうふうに繋いでますよっていうのはまだ伸びてないんですっていうデータだったら、人間にまた新たに聞かなきゃいけないってことですね。こう結構複雑なプロセス。複雑なプロセスなんだけど、ちゃんと人間を働かせること、どんどんこう減らして、時間とかだったらどんどん減っていくっていうことが、そういうプロセスができるので、結構価値があるわけですね。人間的に。最終的には、ここ100%。最終的に人間にほとんど効かないような形になります。で、もう一つの言葉がここで現れてくるんで、日本語、ブラックスワン。多分ご存知かと思うんで。ブラックスワンっていうのが非常に珍しいイベント、非常に珍しいかつインパクトの高いイベントになってますね。で、このシステムは何を目指しているかというと、データの中でブラックスワンしか人間に来ないようなシステムを目指しています。これ非常に難しい問題です。ブラックスワンっていうのはほとんど分からない。珍しいんで、見たことないものですね。基本的にブラックスワンっていうのは。見たことないんだけど、で、人間にほとんどゴミが来るんじゃなくて、ブラックスワンしか来ないようなシステムだったら、すごい複雑ですね。そういう目的でそういうシステムを使っています。で、比較体制として、一応、まあ、グラフィックスとテキストのプロセスが完全に違います。それをまあ、ラーニングとかやってる人が、多分この人たちに、多分、クッションに近いと思うんで、人間に関するシステムとか処理しようと思ったら。だから、普通はグラフィックスで、そのディープラーニングがグラフィックスしか使われてないんですね。それ非常に使われやすい。なぜかっていうと、ピクセルがもうすでに数字で、っていうか、ピクセルがあるかどうかっていうのは、0か1。で、あとサイズが普通に、まあ、リサイズとかすれば同じサイズに一定させることが簡単にできるんで、すごい楽ですね。で、チキ数だったらこの楽性が完全に消えていく。で、どうしなきゃいけないかというと、すぐトーケナイズですよね。言葉をトーケナイズして、日本語っていうのはこの問題が主人ですね。どこで切るかっていうのは。これがあって、で、その後、もちろん頻度の分布ですね。で、問題としてはバリアブルサイズですね。このサイズが一定しない。この分布が一定しないので、ニューラルネットに使うことができないです。入力同じサイズじゃないと使えないんで。だからどうするかというと、この、頻度の分類、頻度が、分布があって、それをまたサンプリングしなきゃいけないですね。サンプリングすることにより、一緒同じサイズを得ることができまして、ニューラルネットのインプットに使います。そういうようなシステムを立てています。で、これ、まあ、テキストとかのところ読んでるんだけど、今のところテキストで、ジップラーニングを使おうとした、っていう論文が一個もないんですね。みんなやっぱ、まあ、映像とかで頑張ってるんですけど、誰もやろうとしてないわけですね。今のところで。で、人間側で何やってるかというと、まあそういうインターフェース、すごい単純なインターフェースですね。一応論文です。どっかをクローリングした、ちょ場所を覚えてないんだけど、クローラーとかいろいろやってるんで、クローラーで、得られたデータをそのままで人間に見せる。人間に見せて、どういう分野のものかっていうのは、イエス・ノーです。バイナリーですね。完全に。一番重要なのが、この上っていうのは一応上で、一番重要なのはこっちの方ですね。ホットかコールドです。一応2ケースがあって、ホットプラスコールドです。どういうことかというと、これ見たいんですね。見たいんだけど、見た後で、いや、いらないなと思った。複雑です。ちょっと別の表し方をしますと、人間があの論文を読んだんだけど、自分の参考文献に載せようとしないもの。で、ブラックスワン。これがブラックスワンです。非常に珍しいもの。っていうのはずっと論文いっぱい読んでるかと、皆さんもそうかと思うんで、論文いっぱい読んでるんだけど、自分の論文にする。自分の、例えばライバルとかになるような公式が非常に少ないです。このケースですね。あともう一つがコールド、ホットマイナスコールですね。あ、違う。ごめん。あ、そうですね。あ、はい。これブラックスワンで、これブラックスワンでない方です。一応数字で表すと、こっちの方がずっと大きい。これブラックスワンでない方です。珍しくない方です。というか、見たい論文とか読みたい論文、軽く読みたい論文いっぱいあるんで、その数字でですね。その数が結構多い。ブラックスワンより多い。ブラックスワン非常に少ない。その部分が目立たないんだけど、ちゃんと含まれています。人間原子と教えてもらっています。で、それをベースで、これ一応単品になってるんだけど、実はこのイエスとこのイエスだったらやっぱ接続してくるんですね。そこでメトロマップを立てるわけです。これをベースで、ちゃんとメトロマップになります。これが特徴です。
何をやってるかというと、比較ですね。比較のところでパス1、パス2があって、パス1が一応分類問題になっていて、まあ、チェーンとかいろいろ使えるんだけど、今回も私のメトロマップの方式を使って、最終的に出力を出します。で、ニューラルネットワークの流れでしたら、トケナイズ、頻度の分布をあと3分布サンプリングして、映像と同じような、CSV ファイルの中で1行になります。その2つとかの流れがあって、目的としてはその比較してどう働いているかっていうのは、比較することが目的になっています。一応、何を使っ、ずっと R 使っています。R を使っていて、ディープラーニングに H2O、水っていうようなライブラリがあるんで、H2O のライブラリを使っています。普通にできます。重たいけど。で、これが、マルチ、私のメトロマックス公式。これ、MMC ですね。MMC のクラシファイアが、標準より、既存よりは、ちょっといい。で、結構いいっていうことがあります。で、何が違うかというと、例えば、タイトルだけ、題目だけとかで見ますと、まぁ、ちょっと、近い。だから、キーワードと、アブストラクトとか入れますと、結構、言葉とかが多くなっていて、いや既存方式がずっと間違える。ずっともよく間違える。だいたい40とかの差があるんですね。40件数ですね。これ件数です。で、だいたい平均とかの性能とかを考えると、120の中で、だいたい80とか90件に対して、いい正しい分類結果が出ています。まあ、私が、一応、誤りの件数がだいたい20とか30の中で済みますね。それは結構いい結果です。で、それは人間が含まれたシステムなので、どんどん良くなってくるんですね。で、良くなってくるか、そう、こういうケースがあるんですね。ちょっとこう、滑らかって、ジュッと急激に上がるっていうのはよくあるんで、で、ずっとやっていくと、多分、もっと良くなるわけですね。人間の参加が減っていくっていうことがわかると思います。で、GL。ジープラーニングとかをやろうと思っていて、タイトルのみ、タイトルキーワードアブストラクト、またタイトルキーワード、どんどんこう、量が増えてるんですね。で、GL の場合、やっぱ入力がニューラルになるので、言葉が単語数が多ければ多いほどいいんで、こういうケースがいいんですよね。で、タイトルだけも数にわからないですね。で、アブストラクトとかが入っていれば、もうちょっとやっぱ学習にかけるデータが増えていて、ちょっと性能が上がるんだけど、最終的に40ですよね。だいたいここあたりで35とかあたりになるんで、100から。で、結構低い性能ですね。100件、件っていうか論文が100件の中で35件しか正しく分類していないっていうことが分かりました。非常に悪いんですね。だから一ついい結果として、コットプラスコールとコットマイナスコールと一応、ブラックスフォンかブラックスフォンでないケースの中ではあんま差がないんですね。例えばこれコールドプラスコールドですね。これコールド、コットマイナスコールドのケースですね。その間ほとんど差がない。だから、ブラックスフォンの、現象が、ま、かかってない。かかってないというか、その、影響ほとんどないということが分かりました。一応、以上ですな。今のところで。はい。ちょっと、専門外の人もいるかもしれませんが、近い人もいると思うので、ぜひ、ご質問お願いします。じゃあ、私からですが、はい、ディープラーニングを、こういう課題に、扱ったというので、新しさはあると思うんですが、はい、それで、ディープラーニング、当然やるにあたって、いろいろとパラメータチューニングとかなんかいろいろありますよね。そのあたりのパラメータ、どうやって決めたのかというか。あ、実は何もやってない。まあ、怠けではあるかもしれないけど、まあ、H2O の、はい、もうちょっと詳細を載せてないんだけど、200×200 の、200×200 っていうのは、デフォルトのあれがあるんで、それは結構いいとは言われています。普通はやっぱりジェネリックな、ニューラルネットになっているけど、それで、ほとんどのケースでそれが使われてるんですね。で、もうちょっとファインチューニングっていうのはあるかと思うんだけど、いや、っていうか逆に、あれですよね、フィッチャーベースのジップラーニングと同じことになるんですよ。
って、ファインチューニングやったことに対して、もうちょっと性能が、ここら辺で性能が上がるかもしれないけど、別のケース使おうと思ったら性能が逆に下がることがあるんで、まあ、標準でいいんじゃないかと。まあ、ディープラーニングの結果見ると、割合、少ない回数ので、もうそれ以上上がらなくなってるっていうグラフがありましたね。ありますね。まあ、あれ多分、ディープラーニングやってる人から見ると、もうちょっと違いがあるんじゃないかというところは、ではないかと。これは、頑張っても、やはり、すぐに上がらなくなっちゃうもの。気づいてありがとうございます。実はそれがまだ説明、私のところも説明できてないんで、はい、フラットラインですよね。はい、フラットラインっていうのは、ちょっとなんて言ったら、使用パターンが標準と違いますね。何が違うかというと、普通はクラスがそんなにないんです。で、ここは逆に、なんて言ったら、普通は例えば、定価計で3とかだったら3か5とか選択肢がそんなにないかもしれないけど、ここは珍しいものを探してるわけです。で、珍しいものを探すのに結構弱いことが分かったんですよ。ディープラーニングが。ていうか、ほとんど、なんて言ったら、クラスが2つしかないんですよ。使いたいかどうかっていうクラスがあって、なんかほとんどの時に使いたいと出てくるので、どんどんファジーになってくるんですよ、中の状態が。で、間違えてきて、なんか使いたい数が多いから、ずっと使いたいんじゃないかと思っちゃうんですよ。そういうような使用パターンが、今の既存論文とか言いますと多分ほとんどないんです。ほとんどないので。まあ、結局、ディープラーニング、画像を対象にしたときに、はい、左側というか、入力に近い方の層で、結構決め打ちな、どんどん強くなってくるんですね。そのあたりで、テキストに適したような、今回の目的に適したようなものをなんか、工夫するとかっていうのは、まあ、デフォルトだと全くされてないってこと。されてないです。今、テキストマイニング使おうとした論文が一つもないんで、去年、オーストラリアとかで、ビジョンとかの学会があったんだけど、その中でやっぱほとんど映像。ディープラーニングの話出身になってたんだけど、ほとんど映像です。テキストで誰も、一応読んだんですよ。テキストとかに、テキストとした時にどうすればいいかっていうのはあるんですよ。フォーラムとかの議論が。その議論の中でやっぱフリクエンシー、それ、映像ですよね。フリクエンシーの、ディストリビューションしかないんじゃないかっていう議論があって、一応それに従ってやるんですよ。それ以外は、多分、ほとんど他の道がないんじゃないですか、別に。どうしようかな。っていうか、もう一つの流れとして、やっぱ、ピッチャーベースの流れがあるかと思うんで、そうすると、普通の、ヒントだけじゃなくて、まあ、特別の言葉とか引き出して、そういうところに出身するかっていうのはあるかと思うんで、それまた、すごいスペシフィックなものになるんですよ。はい。まあ、ディープラーニングが別に魔法の杖じゃないっていうのは。ですよ。はい。それは確かなことです。はい。他に何かご質問はありますか。じゃあ、質問内容でしたらちょっと早いですか。はい、以上で。どうもありがとうございました。セッション2番目の発表は、電通市大学の伊藤さん、森さん、北瀬さん、